こんにちは、Pです。今日は今ね、魔物使いです。で、証をつけてます。はい、転生モンスターを狙っていきたいと思います。もう実はね、2回あの動画で撮ったんですよ。でも1回目はね、この左上の配信マークを入れとくの忘れて撮れてた。あの失敗。2回目はね、撮ってたと思ったら撮ってなかったという、はい、ミスしました。はい、でね、3回目いきます。結構ね、あの実験ってよくタイトルに私つけますけど、それぐらい結構ね重要な転生からね、もうあの報酬が出ます。ちょっとね、ここも関連があるとこなんで、一応ね、あのここからにします。で、まずね、あの前回のね、パニガルムの動画かな の時に、もう私104この2話ランク3で終わりかと思ったんですよ。で、ここ見てもらうとかなんだよ、ほら、あら、すいません、今ちょっとあちからだけはこれ以上育てられないみたいですって言うから、もうこれで終わりなのかと思ったんですね。で、バージョン 6.1 は10から11で終わりなのかと思ったら、あの2話レベルかな、あの合計レベルかな、合計レベルがね、105まで上がるんです。であと2話ランクもレベル4まで上がるんですよ。だから多分どれかのタイミングでね、これ、もう全部この黄色になるようにこれももう植え付けてます。だから、今の段階で、あの、まあ、今21日なんだけど、あの、まあ、夜ね、8時、9時に、これが全部育つから、ただ多分、2話ランクが上がるから、12に選べると思うんですよね。で、12にするのに、あの、創生玉が必要なのが、もう15個って分かってるから、それが10箇所あるでしょ。じゃもう157個。これね、5、6時間かかってる。いや、そんなにかかってないかな。2、3時間かな。ちょっとね、記憶がないぐらい、ちょっと寝ぼけてたところもあるんですけどね。はい。もう一応、玉は集めてあります。これで、まあ、バージョン 6.1 は、うん。バニガルムメインはいらないかなと思います。でね、これはここにね、またね、戻らないとね。じゃあ戻るから、まず戻ります。最近ね、転生モンスター、まあだいたいバージョンアップに1匹ぐらいしか転生モンスター出ないですけど、今回もね、1匹です。ただ、今までそんなに重要なの入れたことないと思うんだけどな。今回のね、ちょっと、私も、もうアップデート3日目、4日目ぐらいかな。結構、のんきに、まあ、いつもね、転生はね、ゆっくりで、と思って、やってたらね、出て、宝珠見たらびっくり。これ、必須じゃんと思ってね。はい。で、動画にしようと思って。グーラニです。はい。グーラニに来ました。これなん、これいいよね、これ。ブレイク。ブレイク。もうブレイク。コーヒーブレイクとかそういう意味だよね。ほら。これちょっと話がそれました。グーラニから、これラニア、断層、はい、っていうのかな、はい、ここですね。ここにいるんです。その元のモンスターは。しかもね、弱いという。最近弱いんだよ、みんな。だから、例えばね、サポも、まあ、いなくてもいいと思います。サポね。一応、連れてきて、私に任せてにします。そうじゃないとね、殴ってすぐ殺しちゃうんで。はい、で、もちろんね、証をつけて守るんでね。あと奇跡の香水、さっきね動画撮ってたんですよ。それね、途中で切れてて、これ気づかなくて、もう一回かぶせよう。まあ多分かなり時間あると思うんだけど、ちょっとかぶせよう。さっきね、切れてるの気づかないでね、やっててね、ちょっと無駄な感じだった。あの王女の愛のね、転生 1.1 っていうのがあるんですよ。持ってる人はね、それつければまた早いと思います。まあ、宝珠はね、あの、出てね、お楽しみに、ぜひ、最後まで見てください。
これここに入れるのっていうような、本当に今旬だから。あ、一応ねもう3キロ終わってるんです。で、メインがね15分ぐらいかかりました。前にね1時間半ぐらいかかったと思って転生もいました。あ、出た、早い、2匹目だね。あ、これは早いわ。一応もう見破ってる。ちょっとね、写真用のサムネ用のねあれ撮ろうか。あ、でも逃げられちゃうと困るな。で、倒そう、やっぱりね。あ、待って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 、これね、もう本当に弱いです。ほら、もう見破ってるから、それはいいです。見破りません。でね、ここに、あ、爆弾ナイフまで出ちゃったね。これはいらない、いらないです。これ、これが問題の法事です。風の法事。花の蜜も、うん。で、これね、取った時にはね、あ、法事も出るのかと思ってね、結構のんきにしててました。そしたらね、とかって、すごい。はい、まあ、じゃあ見てください。で、あの、ちょっと話がさっき途中でしたけど、メインはね、15分ぐらいかかりました。で、サブは2匹目。今回と同じですね。2匹目で出ました。で、3番キャラが10分ぐらいだったから、なんか結構ばらつきありますよね、やっぱりね。これはね、絶対に欲しくなると思います。はい、じゃあ見てください。はい。見て。復讐の攻撃呪文威力アップ。味方死亡時 3% の確率で自分に攻撃呪文威力アップがかかる。覚醒だよね、これね。ここに入れるって思わないです。だって訂正なんてフレンドさんの間でもね、あんまり興味ない人の方がほとんどですよ。私はなぜか興味があって楽しくてやってるんですけど、はい、でもね、気づかない人って結構いると思います、今回。でもこれ絶対欲しいじゃない。もう一応もう取ってるからもうセットしちゃいます。で、あ、これもね、あの、そう、なんだっけ、これ、あれに書いてある、見た目ね、これ仮想メイクで、もう得ることになってます。あ、それは関係ないね、はい、でね、これ、うん、で、風ですね。もうセットしてあるから。見て、これ。味方死亡時 3% いいか。だから、今回のパニガルモも魔法が多いじゃないですか。あの、ぷよぷよ、ぷにぷにしてるのはね、魔法のダメージが通りやすいから。ほとんどね、あの、早いパーティーだと、うん、魔法ばっかりですね。魔法3人、僧侶1人みたいな感じですね。まあ、デスマスだったりしますけどね。だから、まあ、本当はね、気まぐれのに、これもね、レベル上げたいけど、まあ、この3つは絶対上げたいじゃないですか。風はね。ちょっと足らないんだよ、レベルはね。復讐の早めもちょっと入れたいし、聖書も入れたいし、みたいな感じで、ちょっと中途半端ですけど、これは6入れたいよね。だってやっぱり、魔法って火力はあるけど、やっぱりちょっと、打たれ弱いから、あと、パニガルムみたいなね、12人とか、まあもちろんエンドコンテンツでも4人でも、やっぱり結構な頻度で死ぬから、それの時にね、18% でかかるのはすごく効果が高いですよね。うん、ほぼ生きてる間には覚醒は必要ないんじゃないって思いますね。今でもほとんど早読みなんてする人いないと思うぐらい魔法はね、優秀だから早読みと覚醒。最初、覚醒、1個目に、1回目にね、入れるかなぐらいでしょ。あとはもう、ほぼ、かかってるから。これは、優秀だと思います。私はね、これは必須級だと思ってます。それがね、転生から、しかもあの、サソリ鉢から出ちゃう。ロイヤルサソリ鉢。はい。まあ、これ、この3つと同じぐらい必須じゃないかなって思ってます。の呪文今までなかったんですね。だからね、ちょっと私も気にもしてなかったけど、復讐の祈りがあったのか。ほら、復讐の聖なる祈りがあるんだけど、奨励が終わったのに
隠すようなかったんだね。それをね、このタイミングで転生逃げてきたという、すごいよね、はい、ちょっとね、短め動画になっちゃったけど、はい、こんな感じです。ぜひ転生モンスター買ってみてください。あの油逃げてすぐだから簡単にいけます。はい、じゃあまたです。バイバイ。